こんにちは。山口県立美術館学芸員の岡本です。山口県立美術館は郷土色豊かで、県民をはじめとする多くの方に参加いただける開かれた美術館を目指し、これまでも様々な美術文化を紹介する展覧会を開催してきました。また和樹康夫や雪舟など山口県にゆかりの作家の作品約4000点を所蔵し、コレクション展として年間を通じて様々なテーマを設けご紹介しております。本日はその中から皆さんにちょっと不思議なエピソードを描いた作品をご紹介したいと思います。今私がいるのは美術館の収蔵庫と呼ばれる空間の一角です。こちらでは美術館の作品をセキュリティ管理はもちろん、温湿度を年間を通じて一定に保った特別な環境で大切に保管しています。今日ご紹介するのはこちらの作品です。掛け軸と呼ばれるスタイルの作品ですが、多くはこのように霧の箱の中に収められています。箱に収めてあることで埃や塵から守ったり、天然の防虫効果があるなどとも言われています。それでは実際に作品をかけていってみましょう。まずこちらの絵を一目ご覧になって目に飛び込んでくるのは、こちらの艶やかな衣装の姿の女性ではないでしょうか。女性の着物に目を向けてみますと、赤地に白の絞り模様、その上に扇に秋草の模様がとても細やかに描かれた豪華な着物を少しラフに身にまとっています。顔の表情に注目してみますと、とても切れ長の目を少し遠くに向けて、口元は微笑んでいます。綺麗に言われた髪型といい、なんとも妖艶な雰囲気が漂っていますね。一方こちらの男性、女性に比べると随分ラフな格好をしていますけれども、顔の表情を見てみますと、目尻が下がって口元がかなりにんまり、にやけた表情になっています。女性を満足げに見つめています。一体この二人どんな関係なのでしょう。恋人同士でしょうか、それとも親子でしょうか。ヒントを与えてくれるのがこちらの小道具です。男性が手にしているのは小さな小槌。足元を見てみますと、のみが置かれています。男性の後ろ側にはこれらの道具をしまう小さな引き出しも置かれていますね。実はこの男性彫刻師なんです。この女性はこの男性が作り出した作品、人形なんですね。この作品はよく歌舞伎などで上演される京人形という物語がモチーフになっている作品です。こちらに描かれている主人公は彫刻師の左甚五郎。あまりにリアルな出来栄えゆえに、彼が彫った彫刻は夜な夜な動き出すと噂される江戸時代の伝説的な名工なんです。甚五郎の言い伝えを残す作品は今も全国各地に100箇所以上伝わっているそうで、日光東照宮の眠り猫などが有名ですね。山口にもいくつかの彫刻が残っているそうですよ。よく見るとここにはこれから狛犬にでもなりそうな彫りかけの彫刻もいますね。甚五郎はある日訪れた遊郭で遊女に一目惚れしてしまいます。そこで彼女そっくりの京人形を作ったところ、魂が入って動き出したというその瞬間を描いた作品なんです。甚五郎やその周りの材木が淡い色彩で描かれている中で、彼女一人がスポットライトが当たったかのように艶やかな衣装で描かれているのも心にくい構図となっています。さてこちらは先ほどご紹介した作品の箱ですが、その蓋にタイトルが書かれていますね。関西画京人形の図。作品のタイトルは京人形。
関西というのがこの作品を描いた画家の名前。フルネームは森関西と言います。続いてこの作者について少しご紹介しましょう。森関西は幕末から明治にかけて活躍した日本画の巨匠です。関西は1814年、文化11年、長州の下級藩士の家に生まれました。1831年、18歳の時に大阪へ上り、写生に基づいたリアルな動植物の絵などを得意とする森派に入門。やがてその養子となります。実は関西、この時期の長州人らしいエピソードも持っています。幕末には絵師としての身分を隠れ蓑に国寺に奔走。自宅を山形有朋や品川弥次郎ら勤皇志士たちの密会の場に提供したとも伝わっています。何度も長州と京都を往復してその様子を長州へ伝えたようです。こちらは関西の弟子が師匠である関西の姿を描いた作品ですが、たくさんの注文を抱えているのでしょう。忙しく仕事している姿が伝わってきますね。明治以降は画業に集中し、1890年、明治23年には現在の人間国宝とでもいえる帝室技芸員に任命される大家となり、1894年、81歳で亡くなっています。この作品は落款と呼ばれるサインから明治18年に描かれたものとわかりますので、さまざまな経験を重ねて落ち着き、円熟した頃の名作と言えますね。いかがでしたか？山口県立美術館にはこの他にも時代やジャンル、さまざまな作品を数多く所蔵しております。ぜひ当館に足をお運びいただき、直に作品をお楽しみいただきたいと思います。